チェンジアップのグリップと、チェンジアップの投げ方を、説明したいと思います。まずフォーシームのチェンジアップのグリップなんですけど、普通はサークルチェンジって言って手を親指をこういうふうに持つんですね。こうして持ってする、投げ方なんですけども、これをですね、プロとかはこうやって投げれるんですけども、アマチュアでまだまだチェンジアップに慣れてないっていうピッチャーは親指はこの位置のままで、この普段はこの2本の指で投げるんですけど、それを力が入りにくいこの2本の指で、中指とこの薬指で投げるようにします。そしてちょっとこういうふうに開いて安定するように持って、ファーストボールまっすぐと同じように投げます。この時に気をつけないといけないのは、やっぱりリリースポイントを見つけないといけないんですけども、離すところをきっちり見つけないといけないんですけども、得てすると肘を下げてですね、ストライクを取りに行こうとする場合があるので、それだと、出るところあるいはチェンジアップというのは分かってしまうので、ファーストボールファーストボールと同じ高さあるいはそれより高くてもいいんで、その位置から、投げるようにすると、そういうふうにすれば、相手バッターにもバレにくいですし、変化も、しやすいということですね。きっちり、上から投げるということ、あとは、握りとしてはもっとムーブメント、動きが欲しければ、ツーシームの握り、いわゆるこのシームに沿って、こういうふうに持ってですね、で親指は同じように同じ位置、こう本当はこういうふうにするのが、サークルチェンジってこうするのが一番いいんですけども、親指は普通のファーストボールと同じ位置でこういうふうに投げれば、シームに沿って変化もしやすいということになります。投げ方は同じで、できるだけ、肘を上げてファーストボールと同じ位置あるいは少し上から投げると変化ももっとしやすいですし、ファーストボールとの違いが分かりにくいと思います。低いレベルでは、ちょっとアームスピードを遅らせてですね、腕のスピードを遅らせて投げても打たれないと思うんですけども、上のレベルになればなるほど、同じ腕の振り、ファーストボールとまっすぐと同じ腕の振りで投げていかに緩い球を投げるかというのがチェンジアップの一番大事なところで、少し緩い球を投げたいのであれば腕の振りを弱めるんじゃなしに、少しここの指と指との間を開いてこういうふうにすればスピードは落ちると思います。いわゆるスプリットフィンガードファーストボール、フォークボールと同じ原理ですね。だこれをこういうふうに持つとやっぱり、指が近づけば近づくほど球が速くなるんで、それを少し開けば、スピードも落ちて、いい速さのチェンジアップになると思います。ファーストボールまっすぐとのスピード差が出ていいスピードになると思います。私のスピードではだいたい90マイルが、ファーストボールで、それの10マイル遅い80マイルで、チェンジアップっていうのが一番の理想でした。日本で言えば140キロそこそこのまっすぐと、130キロ、128キロぐらいですね、128から227キロぐらいのスピードのチェンジアップがあれば、そのスピード差であれば一番のいいチェンジアップじゃないかと思います。以上でチェンジアップの説明を終わります。